それでは、森先生、ご講演をお願いいたします。はい、ご了解ありがとうございます。国立がん研究センター中央病院の森でございます。私のなりわいは病理医でございまして、本日のこの会議の、参加される方々は多くはそのベーシックサイエンスをされている方が多いのかなと拝察しております。で、私は今日はその出口ですね、つまりゲノムの解析、そしてそのベーシックのサイエンスから発展したものが、まあ、サイエンスティフィックに使われるようになって、それから製品になって、で私どもは、まあ、今回はその製品を使ってそれをどういうふうに出口に出すかというその出口のところを、まあ、お示しできたらなと思っております。まず発表に際しまして、このような機会を与えていただきましたツイストサイエンス、ツイストバイオンサイエンス社の皆様、そしてこの学会のチェアの油谷先生、またチェア のコミッティの人方に、御礼申し上げます。さて、それでは早速始めたいと思います。まずタイトルはその RNA エクソーマ&RMA のカスタムシーケンスパネルというふうになっておりまして、まあ、これらの具体的なテクニカルな話を最初に、でクリニカルにじゃあどういうふうに使っていくかという話を後半に、あとちょっとおまけでゲノムの解析なんかもやってますので、まあ、そういった出口戦略をお話しできたらなと思います。まず、簡単にこれツイストのエクソンパネルなんですけれども、まあ、これはいただいた資料ですけれども、ターゲットの塩基が 35.8 メガで、遺伝子は 19,708 個の、で、さらにアイスフォームが 63,000 ぐらいが入っていて、という、まあ、非常に使い勝手がいいなというところと、あとは我々は病理ですので、FFP をサンプルとして用いることがほとんどでして、その分解されたその FFP の由来の拡散ですね、から、まあ、うまくやるにはどうしたらいいかというところをうまくコントロールできていると。で、まあ、もうちょっと具体的に言いますと、その FFP のリペアができて、さらにその末端修復をして、で、さらにその FFP のサンプルですと、もともとのその、まあ、リッチな RNA がない、つまりよく DV200 という200ベース以上の RNA のフラグメントの量が少ないということがありますので、そうするとどうしても PCR バイアスがかかって同じところばっかり読むということになります。それを避けるために、もしくはまあその結果をきちんと解析するために、いわゆるですね、ダブルのアダプターであるとか、あとは分子バーコードというものをつけるということも、チョイスすることができます。あとはその、いわゆるエクソームのものではなくて RNA 用に設計してますので、イントロンの配列があまり含まれていないということと、あとはこのタイリングをするときに、まあ、エクソンの間のジャンクションをあまり作らないということで、まあ、数を減らして、まあ、効率を良くするというようなシステムになっております。さて、まあ、具体的に私が使っているそのデータをちょっと共覧したいと思います。で、これはですね、4種類の、まあ、患者さん由来の FFP から取ったサンプルを、実際に解析、RNA エクソームを使って解析しました。で、この A、B、C、D とありまして、T と N とあるのは腫瘍とその背景の非腫瘍部というふうに理解してください。で、これを見ていただくと、この先ほどの DV200、200ベース以上のフラグメントの含有率ですけれども、良いものと悪いものが、まあ、ちょうど2つあって、で、例えば 50% とか 60% ぐらいあるものというのは比較的良い方で、逆にこの25とか16とかっていうのは、まあ、一般的にはあまり推奨されないようなフラグメントの含有量です。で、そのような場合は、我々はその、まあ、ファースト PCR のアンプリフィケーションを少し増やすということを、まあ、行っています。まあ、それによって、まあ、インプットリードは比較的、まあ、同等程度まで引き上げることができて、で、まあ、結論から言うと、まあ、ある程度悪いものでも、まあ、使えるということですが、やっぱり、その、よく見るとですね、プロパティペアのリード数とかは、まあ、いいとして、例えば、リボゾームの含有量が、まあ、やっぱり増えたりとか、あとは、その、デュプリケーションのレートが少し増えると。まあ、当然、同じものを読んでることが多くなるってことは、まあ、レベルのクオリティだと起こってしまうってことはわかります。ただし、まあ、いずれにしてもですね、ある程度レベルが低くても、クオリティのレベルが低くても、まあ、解析は可能であったということが示されています。で、実際にその解析したものが、まあ、リード数、デプスは少し変わりますけれども、どういうところを読んでいるかといいますと、おおむねコーディングリージョンが5、6割、まあ、50% ぐらいですかね、読めていて、あとは UTR とイントロンという形で読んでいるという形になります。で、これを見ても、質の良し悪しとは、コーディングの領域というのは必ずしも一致していませんので、これはそのタイリングした時のターゲットによるものだと考えています。また、クオリティのリードというのは当然 B と D がまあ良い。これはもともとの質が良いからということになるかと思います。
で実際にそのバリアント、ここはあまり意味はないのでさらっといきますが、バリアントは使用と非使用で、我々のまあデータはその非使用といってもですね、背景にあるまあいわゆる前眼病変に値をするような母症を取ってますので、まあ、いくつかのそのミューテーションが見つかっていると、まあ、非使用からもしっかり読めることができるというのは意外と簡単なようで難しいことですので、まあ、うまくいってるのかなというふうに考えています。でここは、そうですね、実際にこの RNA シークエンスの目的は、3つありまして、1つは、一番ここに出しているように融合遺伝子ですね、フュージョンジーンのディテクトです。でこのフュージョンジーンのディテクトに一番我々病理医として寄与するのは診断です。最近の病理診断においては、まあ、携帯だけではなくですね、例えば EWS-R1 と ATF1 があるものはこれは、クリアセルサルコーマですとか、そういったディスティングニッシュなフュージョンがありまして、そういったその携帯ではわからないものが RNA シークエンスでパッとわかるということがあります。あとこれは、いくつかその新しいというかノーベルなフュージョンも見つけることができます。それも大事なことで、例えば今まで分かってない分類できてない腫瘍を我々は形態的に一つのカテゴリーだなと思って調べると、まあ、リカレントな、まあ、再現性のある同じフュージョンが同じような腫瘍に出てくるということは、おそらくこれが原因のドライバーなんだろうということも分かる、まあ、そういった心電学的に新しいエンティティを作ることができるということはフュージョンの強みです。あとは、まあ、エクスプレッションを見ていって、これはその ABCD と4つのものを、これもまあ内容にはそれほど意味はありませんので、まあ、結論から言うとエクスプレッションでディファレンシャルディスプレイという形を使って T と N でまあいくつかターゲットを見つけることができますよと。つまりまあ RNA で先ほど申し上げたようにフュージョンでディスティングにしたものを見つける、まあ、もしくはまあエクスプレッションでどういったキャラクターなのかということを発現を見ながら分かるということが分かります。で実際にですね、ストラテジーとして、まあ、どのように進めていくかということを、これからちょっと共覧したいと思いますが、今の現在のストラテジーというのは、まあ、外科医が手術をして検体を出してくると。そうすると我々病理医はその検体をまあ切り刻んでですね、カセットに入れて、でホルマリンにつけて、でワックスにつけて、でそれを剥節すると。それがホルマリンフィックスとパラフォルムアルデヒドのフィックスのエンベッテッド FFP というサンプルです。でこれを使うことのメリットは、過去のアーカイブのサンプルを使うことができるということですね。今なおオンゴイングじゃなくてもいけるんだというところがいいところです。で次にここからまず H&E という標本を作りまして、我々は日夜、顕微鏡でこれを覗いてですね、これはあのがんだとかがんじゃないんだとかああだのこうだの、まあ、ディスカッションするわけです。でこれでは最近はもう結論がつかないものも多いので、免疫染色をして、例えばこういう転写因子が出ている、例えばこういうタンパクが出ているということで、これは腫瘍の質としてはこうなんだろうとかっていうことをして、でさらにそれでも確実じゃない場合はフィッシュをします。フィッシュはまあこのまま FFP でできますので、例えば EWS、 先ほどの EWS1 のブレイクパートが見えるので、これは EWS1 のリアレンジがあるんだということで、じゃあ腫瘍は例えばユーイングなんだろうとかっていうような形になるんです。でさらにサンガーでまあそれを確認すると、で最終的に確実な診断ということになるわけです。でこれはまあコンベンショナルでかなり安定した技術ではあるんですけれども、ここまで来るのに実は2週間3週間かかるわけですね。そうすると患者さんのスペースとしてスパンとしては3週間入院しながら待つというのは意外と長い。そこでこの RNA シークエンスをいきなりやってしまったらどうかというのが今のストラテジーの新しい展開です。で実際にこの FFP からでも OK ですし、まあ、例えばその腫瘍を手術して病理に運んできたところの、まあ、今バイオバンクとかでサンプルをこう保管するということを常にやってますので、その一部をもう RNA シークエンスに回してしまうと。そうするともうささっとフュージョンとエクスプレッションとバリアントのミューテーションが見つけられれば、もうこれはもうこの腫瘍なんじゃないかということが分かってしまうと。で今のターンアラウンドタイムタトを見ますと、頑張ると3日ぐらいで出せてしまいますので、そうすると普通の HE を出すのにだいたい2日半ぐらいかかりますから、そうするともう HE が出てきた時点である程度のデータが得られてしまうと。でイメージとしては今リンパ腫なんかはフローサイトメーターというものを使って、実際にこれは T セルだとか B セルだとかカッパラムダの制限があるかというのはもうある程度分かった状態で診断をしているわけです。まあ、そういったようなことをもう実際にできるところまで来たんだということをこれからちょっと共有したいと思います。まあ、ストラテジーとしてはこのような今までのオーソドックスな流れから
まあ、こう言ってでここで出てきたものをもう一度それでいいのかどうかっていうのをコンファームすると。今までの流れはこう言ってこっちでコンファームするという流れなんですけど、その逆転ができるのかなということを期待しています。ただまあ冗談みたいな話ですけど、私は ここにおりますので、この仕事がなくなってしまうのはどうなのかなっていうのはありますが、まあそんなことは言ってられませんので、どんどん進めたらいいのかなと思っています。さて実際にですね、これはツイスト社に、まあ、カスタムオリゴパネルという形で、パネルを作りました。で私は病理医で特に統計部領域をとか皮膚領域を主に、やっておりましてですね、ちょっと変わったところなんですけど、唾液腺の腫瘍に対してのパネルというのを作っていました。で唾液腺はですねマニアックなところではあるんですけれども、先ほどの融合遺伝子とかで診断が結構確定するというところで、まあ、面白い領域だということで、まあ、使ってみて A から F のサンプル、先ほどと同じように DV200 は様々でいいものから悪いもの、今回は先ほどよりはちょっといいかなというものを6個選びまして、でアダプターはユニバーサルのアダプターを使って、で実際にそれぞれまず、アジレントのアナライザーで、ライブラリができていることを確認したものを6個のサンプルを、1個のプールにして、で、まあ、うまくいきそうだということでいきました。で、この RNA シークエンスのライブラリの調整のキットというのは各社から販売しておりまして、それぞれ、一長一短あるかなと思います。で、スピードだけ考えたらもうちょっと早いところもあるんですけれども、まあ、ツイスト社のいいところは、まあ、コンベンショナルなやり方ではあるんですが、まあ、比較的一番いいところはそのプールを8サンプルまで回せるというところは強みかなと思います。研究ベースで考えたときには結構3サンプルなのか8サンプルかっていうのはものすごく大きな問題なので、我々はまあそういう意味では、タットを徴用するときはまあ他の会社で、タットじゃなくてアキラシーと、クオリティを見るときはツイストという感じで今選んでいます。でそうするとインプットリードはまあこのぐらい でこれは、先ほどの、まあ、DV200 とほぼ一致するというところが正直なところなんですけれども、中には思っているより、うまくリード数が取れないようなものもありまして、それはちょっと原因はわからないんですけれども、まあ、まずは、最初の DV200 が重要だということと、6サンプルのプールでも十分読めるんだということを、まあ、ここでお伝えできればと思います。さて、そしてこれはその読んだスタティックの統計なんですけれども、そうしますと、まあ、インプットはやっぱり DV200 に応じて、でやっぱりリボゾームもそうだし、デュプリケートのレートも質が良ければ、低いし、高ければデュプリケートのレートが、質が良ければ低いし、悪ければ高いということになると思います。でリボゾームの含有量も同じような傾向があります。でこれは、融合遺伝子を調べました。でここに、Expected Fusion と書いてありますのは、このサンプルは実は他の方法でモダリティでもうすでにフュージョンがあるもしくはないということを確認したサンプルを、まあ性能評価のような形でこのパネルで動かしてみました。で結論から言うと全て、コンファームすることができて、でかつ1個に関しては我々のその新しいパネルの方で、新規のフュージョンをディテクトすることができました。でこれは大体我々は見つけたのにサンガーでコンファームしますので、まあ結論から言うと、まあ、うまく新しいのを見つけることができたと。これはおそらくですね、一番のメリットは何かというと、ターゲットを絞ったことによってデプスを稼いだということが一番なのかなと。でこのエクスペクトフュージョンというのは、まあ、他社のですね4080ぐらいのプローブを4080ぐらいの遺伝子をターゲットにしたプローブで見てますので、我々のこのパネルはちょっとまだ詳細明かせられないんですけども、まあ、30から40ぐらいのパネルですので、まあ、極めてギュッと絞ってますということで、コンプレヘンシブではないんですけれども、そこに強みがあるというふうに理解していただけたらいいと思います。実際に RNA シークエンスするときは質が大体いいとは限りません。特に臨床検体は良くないので、やはりですねコンプレヘンシブに行くときと、つまり網羅的に行って、ノーベルのものを探しに行くという目的か、もうある程度の絞られた中でどれなのかということで変わっていくのかなというふうに考えてますし、クリニカルに重要なのはやはりそのある程度絞った中できちっと見つけていくということのは大事というふうにまあ感じています。でこれはまあちょっとさらっと SNB もうまく読めましたということで、やっぱりこれはですね SNB に関しては RNA シークエンス1本でいくとどうしてもデプスに依存してしまう。やっぱりこれはゲノムの方が強みがあるところではあるんですけれども、
我々が言いたいのはある程度はいけるということで、特に大事なドライバーに関して見つければそれで我々は OK と考えていると、まあ、RNA1 本でもいいかなと。最近パネルで DNA と RNA は、まあ、大体両方ともやって、まあ、一つのセットになっているんですけども、我々はもうちょっとそのシンプルに RNA1 本で、まあ、できたらなということを考えています。でここまではちょっと、つまんないところがあったかと思いますが、少しこれからちょっとクリニカルな話をしたいと思います。先ほどのデザインですけれども、まあ、もう一度復習ですが、こういうふうに言ってたのをこういけないかと。で、今日これからお示すのはこの話をもうちょっとしたいと思います。で、実際にですね、このパネルを使いまして、我々は本当にこれで診断ができるのかということをやってみました。で、サンプルは20種類使いまして、その中で腫瘍として特徴的な、例えばそのデータが出た時に、あ、これはこの腫瘍なんだなと分かるようなものをあえて入れて、それが本当に分かったのかどうかということを確認したので、522と書いてありますが、これはあまり深く考えないで結構です。で、質はまあ大体同じぐらい、42% ぐらいの DV200 から 44% の DV200 です。で、ライブラリは先ほどのツイストのカスタムを使いまして、で、これはもう以前、フュージョンが見つかっているものを、使っています。で、実際にコンファームもできているもので、これはコンファームできなかったものですね。で、インプットのリードは、まあ、ちょっと差があるんですけれども、で、今回、この実験の一番、まあ、我々がそのポイントとしていたところは、同じカスタムパネルを使って、違うタイミングで、違うリード数でインプットをしたときに、エクスプレッションとかは、果たして本当に半定量的に見れるのかと。つまり、たくさん読んだときの方が、エクスプレッションが上がるっていう形になって、つまり、いっぱい読んだらいつも全ての発現が高いんだということでは相対的な評価ができないわけですね。つまり A のタンパクが高いからこの病気だとか言いたいのに、 A のサンプルはいつも高い、それはなぜならばインプットが多いからですということでは困るということで、あえてそういった形でやってみました。で、具体的にどういうことかというと、まあ、イルミナのマイシックという機械とネクストシックという機械を使って、まあ、リード数が全然違うものを読んでみたと。で、プールも6サンプルで1プールにしたときと、9サンプルで、実際にはこれ18サンプルで2プールです。9サンプル1プールで、18サンプルやったもの。で、ペアリードも76ベースのペアリードと150のペアリードで、まあ、いろんな条件をちょっと違う条件でやってみました。で、そうしますと、当然のことながら、この NextSeq というのは MySeq の、計算値で8倍。からまあ12倍ぐらいのリード数が稼げるということになってますので、当然ガーンといっぱい読めてるわけですね。質の元々の質はそんなに変わりませんから、まあこれは簡単に単なるリード数の違い、まあ、あのアウトプットデータの違いです。で、まあこういった形で真ん中の20というのはめっちゃ読んでると。で、5と2というのは実は同じシステムで使ってますので、これはある程度質によるのかなというふうに考えています。で、あと、カバレッジも、まあ、こんな感じで、当然のことながら、いっぱい読んでる方がカバレッジは高くなっているということで、推測するデータとしては、そうすると、この20だけが全てで相対的に高いというデータが出るのじゃないかなという。で、逆に、まあ、出ては困るということで、まあ、我々、プログラムを作っておりまして、で、具体的に、この5番というのは、ヒアリナイジングクリアセルカルシノム HCC というもので、EWSR1ATFR のフュージョンで規定される唾液腺の腫瘍です。で、まず、今の、この5番ですからちょっと良くないやつですね。一番最初の良くないやつなんですけれども、まず TPM トランスクリプトパーミリオンなんですけど、見ると、あ、ごめんなさい、ちゃんと例えば20はアホみたいに上がっててもいいはずなんですけど、そうではなくて、やっぱり、サイトキラチン7という、これは腺がんのマーカーなんですけど、まあ、ある程度ちゃんと上がっていると。で、2番も上がっていると。で、実はこれは2番は上がってていいんですけれども、まあ、ちゃんと少なくとも20に比べては上がっていて、さらに、先ほど言ったように、フュージョンもちゃんとディテクトできたと。で、これは我々はそのサンガで、きちっと読んで、さらに EWSR1 のフィッシュをすると、この赤と緑のシグナルがあるのは、スプリットブレイクアパートのプローブなので、切れてトランスロケーションすると黄色が赤と緑になるというシステムですけれども、ちゃんとブレイクしていくし、ATF1 もブレイクしていて、で、さらに EWSR1 と ATF1 の EWSR1 は、いわゆるモディレーターですから、発現が上がるのは ATF1 なので、ATF1 は、ちゃんと上がっているということがその5番で見れるということも分かりました。
なので、まあ、この発言からも、フュージョンの、これでフュージョンだということはできませんけれども、フュージョンかもしれないということを占えるというかですね、サジェストすることができるというところまでデータが出せるということが分かりました。次に、これは20番、さっきのめちゃくちゃ読んだやつですけれども、これは実はインターカレテルアデノカルシノーマというちょっと変わった腫瘍でして、この耳下腺にこのモコモコと大きな腫瘍ができてまして、で、それを今度はサンプルをですね、わざと針生検という、今までは手術検体を使うんですけど、針生検の残余検体というのを使いました。つまり、極めて小さな検体です。で、そうすると C キットというのはめちゃくちゃ上がっているということが分かって、さらに、この RB2、これは HER2 とも言いますけれども、がめちゃくちゃ、あ、ごめんなさい。これは上がっていないと。で、逆に2番はめちゃくちゃ上がっているということが分かったと。で、実際に免疫染色をしてみますと、確かに C キットはめちゃくちゃ染まって、で、RB2 はちょっぴり染まっていると。うっすら染まっていると。まあ、なんかいい感じっていう感じで。で、パンケラチンというのはこれはただの上皮系のマーカーですので、ここでは意味がありませんが、何を言いたいかというと、まあ、少なくとも C キットポジティブの、RB2 がネガティブの腫瘍であって、これはおそらく腺がんだということがもうこの時点でわかるということになりました。つまり、まあまあ使えそうだと。さらにダメ押しで、これはあのサリバリーダクトカルシノーマというものがありまして、これは唾液腺導管がんというので予後が悪いんですけれども、この唾液腺の世界ではコンパニオン、つまり薬がある、がんなんですね。で、その薬がターゲットとなっているものがちゃんと出ているのかどうかというのを見ましたところ、まあ、ちゃんとですね、まず先ほどの RB2 がめっちゃ発現していて、で、そうすると、この2番は、さっきの20番と違ってガーンと上がっていると。で、うまいこと言っている。さらに、AR、アンドロジェンレセプターなんですけど、これもガーンといっていると。で、この出方というのは非常に特徴的で、まあ、この病気の、まあ、一つのエンティティとして、ハーツと AR がまあ上昇している。もちろん、ネガティブなものもあるんですけども、まあ、それをきれいにTPM で出すことができたということです。すなわち、まあ、この3例だけ見ても、フュージョンをディテクトできて、エクスプレッションもディテクトできて、さらに SNB も見れるんだということが、もう RNA レベルでできるということになりましたので、つまり、最初のストラテジーでいうところの、もう、遺伝子を見る、まあ、遺伝子というか、その RNA を見ることによって、ある程度のもう診断ができたということになったのかなと思います。もちろん、これは、まだ我々入り口ですので、100% ではないですけども、かなり手応えを感じているところではあります。で、あと、おまけにですね、これはエクソームの方でゲノムです。で、我々はこのゲノムのエクソームと RNA のエクソームをまあ大体対比してどうなのかなというのも見ておりまして、先ほどのクリアセルカルシノーマなんですけれども、これはインドレント、つまりおとなしいがんなんですけれども、時にしてなんだかすごく悪くなる時があるわけですね。で、再発を繰り返すとどうなっているのかというのをまずゲノムで見てみますと、最初の段階から、ゲノムがどうやら、これ、コピーナンバーがだいぶ変わってきて、ぐちゃぐちゃになってきてるというのがわかるかと思います。で、コピーナンバー見ますと、ティピカルな一般的な他の腫瘍に比べて、このハイグレードトランスフォーメーションって我々が呼んでる再発をしたものは、コピーナンバーがめちゃくちゃ増えてるし、一種も、これ見ると、シグナルが普通は、まあ、これはブレイクパートなんで、黄色1個と赤青で3個というのがまあ正常なんですけども、めちゃくちゃ増えてると。ということで、まあ、これはゲノムそのものがダブリングしてるんだなということが、インサイ中でもわかるし、実際にあと再発をすると、それ以外にミューテーションも結構当然上がっていって、まあ、いろんな、ミューテーションが増えていくということもわかります。そうすると、例えばリンパ節に行っているものと、再発したものではどうなのかとか、もともとその、あったものから、まあ、どういうような、はい、変遷をたどっているかということはゲノムで見ることができると。まあ、こういったことも、我々診断するときに、ただ EWSR1-ATF1 があるからクリアセルですと、それはインドレントですと言っても、そうではないんだということをまあ証明する必要があるし、僕らは病理はそれを携帯で顔が悪いとかですね、クロマチンが濃いとかって言うんですけど、それをもうちょっと具体的に言うことができるということがわかります。で、実際にまあこの人たちの症例をまとめますと、まあ、最初に出てきたときはこんな感じで、で、EWSR-ATF1 はもちろん最初から見つかって、で、もうこの時点で少しダブリングをしていて、で、つまり、ここで我々は気づくべきは、これは相当予後が悪そうだぞということをまあ気づくべきであった。これは実は後ろ向きで見てるので、この時点では気づいてないんですけれども、で、さらにまた発現してき、再発してきて、その時は形も悪くなって、で、CDKN2B のロスだけじゃなくて、P10 までロスをしていて、で、さらに、もう一回再発をした時には、もうホールゲノムのダブリングと、
もうジーンアルテレーションがもうものすごく蓄積していたと、まあ、こういったことからまあゲノムを見るということは、クリニカルにはまあこういった意味があるんだということを、まあ、私が、こういう形でまあお示しできたのかなと思います。というわけでちょっと駆け足でいっぱい喋りましたけれども、我々の目的はこの、ゲノムの解析もしくは RNA の解析というのをシステムとして皆さんがいろんな解析をして、その結果どうやってチェアにベッドに持っていくのかというところを、まあ、我々病理はその出口のところにいますので、まあ、お示しできたら、そして私は頼まれたから来たという側面はありますが、このツイストの製品を使っていてすごくアキュラシーが高くて再現性がありますので、まあ、いいなと思ってますし、論文もおかげさまでうまく出せてますので、まあ、そういった意味で今日ここに、来ました。というわけで私の発表は以上となります。あと、そうですね、この研究に関してはこの統計部外科と特に細胞情報分野の上野先生という方にソフトを作ってもらっているということと、我々のグループ のこの3人には審査したいと思います。またツイストバイオサイエンスの皆様にはいろいろテクニカルにサポートしていただいて大変助かっております。この場を借りて審査いたします。ありがとうございました。少しちょっとお時間がない中、先生にはかなり少し巻いてお話しいただいたと思うんですけれども、会場の方からどなたか1名様だけよろしければご質問をお受けしたいと思いますけれども、どなたかいらっしゃいますか。よろしいですか。森先生は2日目に3日目もですね、会場の方に足を運ぶということでしたので、先生にご質問ある方は直接お声掛けいただければというふうに思います。それでは森先生、ご質問ありがとうございました。続きましては、第2の延滞を進めさせていただく前にですね、弊社の対応の方から NGS の中間の解析に関連するところを、ね、少しご紹介させていただきまして、その後の名古屋先生のご講演へつなげさせていただきたいと思います。それでは準備をお願いします。はい、皆さんこんにちは。ツイストバイオサイエンスの田谷と申します。ただいまの森先生、また南雲先生の、ご講演のスライドもですね、バーコードから、ダウンロードしていただけますので、もしよろしければよろしく、お願いいたします。ツイストバイオサイエンス、創薬から感染症までさまざまなアプリケーションを展開しておりますけれども、右上にお示ししましたように、このシリコンプラットフォームを用いてですね、革新的な超ハイスループットのオリゴ DNA を合成している会社でございます。iPhone と同じ大きさのシリコンウェアの上に100万種類程度のですね、オリゴの DNA を一度に日々合成しております。このコアビジネスのライフサイエンスの分野で、人工遺伝子やオリゴプールといった合成生物学向けの製品、そしてこの NGS 関連ツールで次世代シーケンスの前処理試薬の製造販売と並びに新たな技術改良というのを行っております。5年ほど前からツイスト NGS ターゲットエンジメント の性能改善に取り組んでまいりまして、今現在非常にカバレッジの均一性を高めたシーケンス解析を行っていただくことができるようになっております。またこの新型コロナの期間にもですね、新たな製造拠点を設けておりまして、今現在迅速にカスタムパネルをお届けするということが可能となっております。このベーステクノロジーを今年に入りまして、ロングリードの方にも実装するということで、このダークジーンといいました難読領域に対しても、例えば全長の HLA 領域など自由にカスタマイズ可能になっております。そしてさらにこの後のメチル化解析、またマイクロバイオムも進めておりますし、ただ今森先生からターゲットシーケンスとツイストの新しい RNA ライブラリ調整キットを組み合わせていただくことで、この分解の進んだ RNA からも融合遺伝子検出していただけるということでご紹介となっております。このツイストのターゲットシーケンス、これはアンプリコンベースではなくてハイブリキャプチャーベースとなっております。そしてこのシーケンスカバレッジの均一性をかなりこだわっているというところに大きな特徴がございます。でターゲットなんですけれども、エクソームのように幅広く設定した場合でも、小さく絞っていただいた場合でも、このカバレッジの均一性が担保されるというところが一番の特徴となっております。この特徴をですね、この DNA メチル化解析の方でも実現しているという状況でございます。
でこの NGS を使った、まあ、ターゲットメチル化解析なんですけれども、マイクロアレイに対してさまざまな利点がございます。まあ、例えば、低メチル化領域では、バックグラウンドの、まあ、シグナルの問題、また高メチル化領域ですと、まあ、シグナルが飽和するといったようなことから、まあ、メチル化検出のダイナミックレンジに、まあ、限界が、ございます。NGS で、ございますと、またシーケンスの、まあ、量を、まあ、自由に、設定できますので、まあ、感度を上げて、まあ、再現性を高めてメチル化のコールを得ていただくということができるようになってまいります。それで、まあ、セルフリー DNA を用いてですね、まあ、今後、まあ、健常あるいは早期がん、まあ、さらには転移がんといったようなものを、まあ、識別するというようなことが、まあ、期待されておりますけれども、まあ、そのような場合には、まあ、ターゲットを絞って、まあ、シーケンスの量を、まあ、増やしてですね、より実践的に実装していくということが求められます。そこでツイスト、この右に示しました3つの観点でですね、今後 ctDNA 解析の方を対応していきます。1点目がさまざまなターゲットサイズに対応させるという点、2点目がこのライブラリ調整におきまして、従来のバイサルファイトシーケンスですと DNA のダメージがあるということから、ツイストの方ではこの酵素を使ったライブラリの調整法というものを提供し始めたところでございます。そしてこの最後がワークフローの自動化ということになります。でこの3点少しスライド3つご用意しております。まず1点目、さまざまなターゲットサイズで今メチル化解析が可能となっております。既製品のパネル今2つご用意しておりまして、1つ目がヒューマンメチロームパネルというものです。で2つ目がアライアンスパンキャンサーパネル、こちらこの後野雲先生より実施例ということでご紹介いたします。でカスタムパネル、どれぐらい小さいものでも作れるかということなんですけれども、数百 CPG のターゲット、例えば300キロベースのターゲットのような小さいパネルを使っていただいても高いキャプチャー精度が得られるというところが特徴となっております。ターゲットを絞っていただくことで解析の負担も低減していただくというような費用対効果も期待できます。2点目のライブラリ調整の方なんですけれども、酵素法を採用しております。こちらはニューイングランドバイオ NEB 社との連携によるものでございまして、2つの酵素を使ってメチル化の入っていないシトシンをウラシルに変えるという方法を採用しております。セルフリー DNA はこのヒストンの数に応じてマルチのパターンを持っているということでございますので、この高分子のフラグメントをきちっと分離して解析していただくというところが不可欠になってまいります。そこでこの酵素による変換法を用いていただくことで、このヒストンのマルチのパターンを分解することなく維持する形でですね、長い波長のライブラリ調整を行っていただくことができるという仕組みとなっております。現在セルフリー DNA 数十ナノグラムあるいは数ナノグラムのレベルで実績がございます。ということで、ツイストでですね、マイクロアレイではなくて、NGS で、ぜひメチル化解析を、せえへんというところを、この後、進めていきたいと思っておりますけれども、こちらの、ライブラリ調整、結構手間な、作業で、ございます。実際には、NEBNEXT 系の、ライブラリ調整、10時間以上かかるということで、まず1日では、できないと。で、この後、ターゲットシーケンスとして、ターゲットエンリッチメントをしていただいて、実際にシーケンスにかけるまでに3日かかるということで、人の手作業による再現性というようなところも非常に気になるというところでございます。そこでこのマホロを使ってですね、手作業を行おうということで、こちらその自動化の対応というものを進めております。これまでツイストのゲノムの変異解析におきましては、さまざまなターゲットサイズに対応して、さまざまな自動化機器に対応させる形で変異解析というものの提供を行っておりますけれども、この後、マホロが加わることによりまして、DNA メチル化解析に関しても二刀流で対応していくという状況になっております。それではこの後ですね、この黄色でお示ししました、ゲノムに関しましては、数百遺伝子を網羅するカンパネル、またエピゲノムに関しましては数万 CG を網羅したこのパンキャンサーパネルというのものをこう組み合わせて統合解析をするというこのアプローチにつきまして、この後南雲先生からご講演いただくという状況となっております。
田谷さん、ありがとうございました。それではですね、続いて、筑波大学腎機能器外科に所属されておられます南雲義行先生にご登壇をいただきたいと思います。南雲先生は実際に臨床の現場で、起きております尿路上皮がん悪性腫瘍への治療ですとか、その臨床的課題についてのご提案、アプローチについてのご講演を行いたいと思います。先生のご講演タイトルは、ロボット技術と NGS 技術を用いた次世代型 CTDNA ミチル化解析技術の開発および尿路上皮がん新規マーカーの探索研究になります。それでは南雲先生、ご講演をお願いいたします。ご紹介いただき、ありがとうございます。私、筑波大学、腎泌尿器外科、南雲義行と申します。本日はこのような貴重な講演の機会をいただきましたツイストバイオサイエンス社の皆様に、厚く御礼申し上げます。 CY はありません。まず私たちの開発研究チームの紹介ですけれども、私は筑波大学の泌尿器科の教授である西山博之先生のもとで病院講師を務めさせていただいております。日々外来診療であったり手術治療を行う中で、主に尿路上皮がんを中心とした基礎研究やトランスレーショナルリサーチを行っております。で、筑波大学の特徴といたしまして、産学連携を非常に推進しているというかあったことがございますので、こちらの記載のあるような企業の皆様と連携して、私のような臨床医でも研究ができるといった特徴がございます。で、今回は、プロジェクトの構築とシーケンシングはアイラック社、バイオインフォマティクスに関してはクレコンジェノミクス社、それからライブラリー調整はこちらマホロの絵ですけれども RBI 社、それから TGMC イニシアチブ社の皆様と連携しております。で、今回お声掛けいただいたツイストバイオサイエンス社の方に関してはこのようなアプリケーションの提供といったことでご関与いただいております。で、こちらが本日の内容になります。まずは転移性尿路上皮がんにおけるシークエンス治療と新規マーカーについてお話しいたします。で、最初に尿路上皮がんご存じない方もおられると思いますので、疫学と予防からですけれども、尿路、こちらにお示し示すような腎臓の中の尿の通り道である腎盂腎排というところ、それから尿が流れる尿管、尿が溜まる膀胱、それから排泄経路の尿道のことを呼びます。ここの尿路の上皮粘膜に発生する悪性腫瘍のことを尿路上皮がんと我々呼んでおります。で、実際その多くは膀胱にできるがん、すなわち膀胱がんが最多で、で、組織系、病理の組織系に関しては 90% 以上が尿路上皮がんで、その他の組織系は稀とされております。で、実際の生存率、予後に関してなんですけれども、泌尿器科がんの中では前立腺がん、ご存知の方もおられると思いますけど、圧倒的に予後が良好なんですけれども、一方で膀胱がんは胃がんに次いで 66%、 5年生存率ですね。で、下の腎部、上の腎部尿管がんに関しては 47% といった数字となっております。で、この数字だけ見るとがんにしてはなかなかいいのかなと思いになる方おられると思うんですけど、ステージ別に見てみますと、いわゆる遠隔転移を伴うステージ4の患者さんの予後に関しては 10% 台と、5年で9割うまくなりになる、非常に予後が不良ながんと言わざるを得ないかと思います。まあ、そのため転移性尿路上皮がんは致死的疾患であるというようなことが言えるかと思います。そのような転移性尿路上皮がんにおいて、こう、蓄次薬物治療をシークエンス治療を展開していくわけですけれども、ここには様々な臨床的課題が存在しております。で、30年前から現在までずっとこうシスプラチンベースの抗がん剤レジメンを使っております。しかしながら先ほどお示ししたように、その予後っていうのは非常に不良で、改善の余地があるという状況です。で、2017年に我々待望の二次治療薬、免疫チェックポイント阻害剤であるペンブロリツマブが承認されまして、治療効果期待されたんですけど、実際に効く方っていうのは 2,3 割しかおられないと、一部に限定されるといった問題点があります。
で21年になって三次治療薬、エンホルツマブベトチンといったものが出たんですけれども、こちらのその長期効果に関してはまだまだこう検討の余地がある状況です。でこのように我々低原性尿路上皮がんの患者さんにはこういわゆる患者選別をしないこうオールカマーで薬剤を投与して、でその走行性に応じて次の治療薬を展開していくといった流れなんですけども、実際理想を言うと患者さんこう一人一人に合った薬剤の選択、まあ、すなわちこう個別化治療の実現といったものが望まれると考えております。でシークエンス治療ではこう治療効果の予測であったり治療抵抗性の基準解明、こちら最重要課題となっておるんですけども、まあ、これらの解明には電子カルテから分かる臨床情報に加えて使用組織、先ほど出てきたと思いますけど血液、尿といったこう臨床検体の収集、解析が不可欠です。でただ一方でこう使用組織に関してはこう外科的に切除したり針で外から刺したりとかする、まあ、患者さんに侵襲性が高い、それからアクセスが問題であるといったそういった問題あるんですけども、一方で血液とか尿っていうのは非常にこう低侵襲で繰り返しアクセスができるといった特徴があることから、まあ、近年はこうリキッドバイオプシーが非常に有望視されております。で泌尿器科領域ではここ 1,2 年でこの三次治療のエンホルツマブベトチンであったりテンブロリツマブがアップフロントで一次治療で行われるようにこれからなると思いますので、今後ますますこう治療経過中におけるこうリキッドバイオプシーっていうのがどんどんこう着目されてくるようになると考えております。で実際に、尿路上皮がんに関与する遺伝子異常どんなものがあるのか、ターゲットになり得るのかといったことですけれども、遺伝子変異に関しては上部尿路と膀胱で、まあ、様々な遺伝子変異がたくさん出てくるんですけど、その多くが共通しています。一方でいくつかこう違いがあることも分かっております。で遺伝子発現のトランスクリプトームに関してはその特徴的な発現プロファイルを用いたクラスタリング等によってこのような分子生物学的分類がされておりまして、ミューテーションステータスだとか臨床病理学的特徴、それから患者さんの予後等と相関されていることが知られております。で一方でこう尿路上皮がんでこうこれだけ数多くの遺伝子変異と遺伝子発現パターンが出るんですけども、じゃあ実際クリニカルにこう展開可能な確立したバイオマーカーがあるのかっていうと、こちら残念ながらまだございません、まあ、そのためジェネティクスに加えて、まあ、今回お話しさせていただくこう DNA メチル化に代表されるエピジェネティクスにも我々注目をしております。でリキッドバイオプシーの有用性のお話ししてるんですけども、まあ、中でもこう ctDNA、使用循環 DNA の遺伝子変異解析が盛んに行われているかと思います。こちらの図のように、がんというのは治療経過中にその、プロファイルがどんどんこう変わってきまして、いろいろな細胞集団が混じってくると、まあ、これゆえに治療薬への抵抗性が見受けられるといったような解釈となっております。で、ctDNA を用いた遺伝子変異解析だと、このような腫瘍内におけるこう不均一性ヘテロジェナイティだったり、患者さん個人の原発層や転移層等々のこのヘテロジェナイティも、様々なタイミングで評価することが可能となっております。まあ、一方で、こう、感度得意とともにこう満足のいく確立した診断、治療バイオマーカーは未だ少ないのが現状です。一方のこう ctDNA の DNA メチル化パターンといったものは、それらが由来する組織のメチル化パターンと一致していることから、こちらの遺伝子変異とともに診断治療の有望なバイオマーカーとして機能する可能性が注目されております。次に私たちが目指す次世代型 ctDNA メチル化解析技術についてご紹介いたします。で、こちら、原発層、今回は膀胱の検体ですけれども、組織、アーカイブされた VFP サンプル、それから患者さんの採血検体、分離した血小、それから全血、それぞれの3サンプルから DNA を抽出しまして、1つのサンプルについて、がんの遺伝子変異測定、並びにがん関連 DNA メチル化測定を行います。で、それらの得られたデータを統合解析、データベースも用いながら解析を行いまして、実際の患者さんの治療方針の選択や予防予測の高度化に役立てるようなことを考えております。で、先ほど、メチル化解析のワークフローを少しご紹介ありましたけれども、まあ、実際私のような臨床をやりながら研究やってる人たち、それからまあ私のような若手の研究者にとって、やりたくてもメチル化解析っていうのは導入のハードルが高いかなといったのが第一印象です。
実際こちらのツイスト社からいただいたあのものですけれども、ライブラリー調整からターゲットエンリッチメント含めると最大で 2,3 日かかってしまうと、これは臨床をやりながら研究するのはまあほぼほぼちょっと実現的には不可能に近いかなと思います。なのでこれらの工程が非常に簡素化されてかつ精度よくできるようになったら、もっともっとこうやりたい若手の研究者が増えてくるんじゃないかと考えております。まあ、そこでどうしたらいいかって考えたんですけれども、まあ、筑波大学の強み、まあ、すなわちそう産学連携といったものがございますので、ここはこう企業の皆様の力を借りようといったことになりました。で実際こう私が働いているこう茨城県つくば市の筑波大学附属病院ですけども、ここから歩いて10分のところにこのようなイノベーション棟という大学の建物がありまして、この中に複数の企業がこう一つ屋根の下で皆様一緒に仕事をされております。でそちらのイノベーション棟の中にある、こちらでご紹介しているマホロ人型汎用ロボットを用いて、また、こちらのアイラク社が保有するノバセク 6000NGS を用いた解析のワークフローを考えました。で今マホロ動いておりますけれども、このようにこう電動ピペットを使って、試薬の分注を行ったりですね、で事前にこうセットしてある機器、例えばこの後出てきますけどオートシーラーやサーマルサイクラー、それから遠心機といったものも使用することができます。でこのようにマホロを使って先ほどの実験手順、ライブラリ調整からターゲットエンリッチメントのワークフローを自動化します。そうすることで実験時間が3日から1日程度に短縮、それから実験精度の向上といったものも期待できます。具体的には実験精度をプロのテクニシャンが手作業で行うとこう CV 変動係数 10% 未満ですけども、こちらマホロに行ってもらうと 4% 未満まで抑えることができたといったような報告もございます。でこちらの開発技術を CTDNA のメチル化解析へ応用しております。で最後に少しだけですけれども、今回の CTDNA メチル化解析の予備実験結果、それから今後の展望についてお話しさせていただきます。でこちら予備実験の方法ですけれども、こちらツイスト社の方からいただいたワークフローですけれども、まあ、このようなこうツイスト社さんが推奨するようなデータ処理のガイドラインに準拠しまして、まあ、先ほどのノバセク6000から出力されたデータを、まあ、このようなワークフローでパイプラインで処理していきます。で最終的に今回示するデータは IGV で可視化したデータになります。でコントロール検体としては0から 100% までの段階的なメチル化割合のライブラリを用いまして人検体を並べております。でこの図の読み方で、まあ、ご存知の方が今回多いかなと思うんですけれども、こちらの灰色の山のところがリードディプス、それから赤のバーがメチル化リード、それから青が非メチル化リードとなっております。でこちら、一つ、まあ、一例ですけれども、VIM 遺伝子といったものの結果をお示しいたします。この VIM 遺伝子というのは、こう上皮間質移行の EMT マーカー、がん研究で非常に着目されてますけれども、その EMT のマーカーで、その発現のレベルっていうのは、尿路上皮がん患者さんの予後不良とも関連するとされております。でこちら実際メチル化ライブラリのコントロールがしっかり読めているかのお示しした図になりますけれども、 100% メチル化ライブラリではこの 5'UTR 領域やコーディング領域のところも含めてその他のところも全部5メチル化が 100% リードが読めている、それから 75% 半分の 50% で徐々に非メチル化リードが増えて 0% では全て青と、まあ、しっかり今回予備実験の分析測定が得られている結果をお示しいたします。こちら実際の患者さんの症例になりますけども、今回は3症例の方の結果を示しいたします。1症例についてこちら原発転移の腫瘍組織の FFP サンプル、それからセルフリー DNA 結晶、末梢血、全血、これらの3つのペアが揃った患者さんのものを3症例分を示しいたします。で最上段のところの FFP の主要組織のところを見ますと、例えばこの VIM 遺伝子の 5'UTR 領域やコーディング領域の一部のところに赤のメチル化リードがあって、で26番さんもそのような傾向、27番さんもございます。で一番下の末梢血の普通の血液に関しては、先ほど腫瘍で見られたこの赤のメチル化リードというものが検出されていないことがお分かりになるかと思います。27番さんちょっとだけありますけれども、ほとんどないような状況です。
一方で非常に興味深いのは、死後循環 DNA とされているところの血小検体においても、腫瘍組織で見られたのと同じ領域に、赤のメチルカリードが出ているといったような結果が得られました。もう一例、の遺伝子ですけれども、これたまたまなんですけれども、ツイスト1と、ツイスト社の、名前と一緒なんですけれども、こちら、ツイスト1に関しても、先ほどの VIM と同様に EMT のマーカーとされており、そのメチル化パターンが、治療薬の相互性だったり、患者さんの予防とも関連すると言われております。で、こちらに関しても、プロモーター領域だったりっていうところに、腫瘍組織において赤のメチル化リードが参照例ともにしっかりあって、末梢血はちょっとありますけども、おおむね同じような領域にはほとんどない。けれども、ctDNA では腫瘍組織と同じようなところにメチル化リードを検出しているといったような結果となっております。まあ、ちょっと今回予備実験なので、わずか1と2つの遺伝子の分と参照例分という結果ですけれども、しっかりメチル化が検出できていること、まあ、それから腫瘍組織であるメチル化のパターンというのが ctDNA でしっかりこう検出できた。これは大きな結果のだと思っております。今後の展望ですけれども、まあ、今回テクニカルフィジビリティとしての予備実験ですので、少数サンプルですけれども、今後は多数の検体を使った本実験に移行したいと思います。で、また、まあ、今回その ctDNA 予備実験ですので、かなりこう広く深く読んでますので、コストかかってるんですけれども、まあ、今後は低コスト化へ向けて、まあ、多くの主要組織のメチル化パターンを分析することで、まあ、カスタムパネル、ctDNA メチル化のカスタムパネルを開発していこうと思っております。で、実際私、臨床医ですので、実は筑波大学の泌尿器科では、全国の泌尿科の先生方と協力して、このような転移性尿路上皮がんの患者さんの検体、セルフリー DNA だったり、全血の RNA だったり、腫瘍組織の FFP 凍結も含めて、それらを前向きに今収集しております。で、この大規模コホートサンプルを用いた、蓄次薬物治療の経過中における、ctDNA 変異化とメチル化パターンの同定を試みていきたいと思います。ちょっと本日、本当は遺伝子変異も一緒にお示ししたかったんですけれども、ちょっと都合で、メチル化パターンの発表とのみとなりました。以上で発表を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。